2021年にこの池田市のサウナ市長という方がおられましたよね。これもちろん維新の会でございますよ。サウナ市長ということで、この報道で叩かれた時に報道対応をするように指示をしてですね、なぜかですね、秘密保持契約を交わしたというようなことが、またこれ産経新聞に載っておるわけですよ。で、その後の市長選挙でですね、自分の市長やった方がですね、出てきてですね、で、その方が、まあ、市長に女性ですからね、当選をするということで、これもまあ自滅ですわ、こっちが反維新の方が割れたのでね、で、もちろん富田市長本人もですね、落選をするということになりましたよね。で、こんな感じですね、市役所で勝手に住み着いたというふうに、デイリー新潮では書かれてますよね。で、この時には、もう離れてますけども、こっち見てもらったら分かります。維新プレスと書いてますよね。エセの会でございますよ、本当に。まあまさに税金でですね、身を肥やすというような党の考え方に全く沿った、まあ維新からすればですね、やっぱり表彰すべきような方ではないかなというふうに考えるわけですけども、同じようなことをですね、南の方でもやってる方がおられるわけです。はい、これを見てください。これは家のジムとかではございませんよ。これ消防署にあるジムです。この消防署にあるジムをですね、まさにプライベートジムとしてご利用になっておる市長がおる。しかもこの周りにはですね、ハーレムのごとくですね、まあ、職員を周りにはべらせてですね、そして何を見せたいんかなんかよう分かりませんよ。それでもですね、まあ、1人や2人ではないというのね。で、ここへおるということは消防署ですから、出動するような方がですね、火事ですよと、救急ですよというような指令があってもですね、先にこの市長のウェイトトレーニングを見守らなければならないと、そういう業務があるのでですね、救急や消防に出れませんよということにはなかなかならんわけですよね。そうなればその方々は何ですかとなってくるんですよ。これまあ管理職の方であったりですね、それもまあ事務方になるんでしょうね。そのまま現場行くような管理職ではないような、そういう上級の管理職であったりですね、あとは休憩をなさっておる消防士の皆さんがですね、この場所で市長を見守るというようなことになっておるわけです。これあんまり広い事務ではないんです。もう一個あるのはもうこんだけしかないんです。非常に狭いんですよね。で、まあ、いずれにしましてもですね、まあ、サービス残業的に市長を見守るというようなことがですね、これええのかという話です。で、誰がそういうことをですね、プライベート事務に使っておるかというのと、まあ、本人も申し遅れましたというふうに言いたいんでしょう。この方でございます。貝塚市坂井良市長ですよ、ね、市長月額報酬 20% カット、せこい、本当にせこい。坂井でですね、今長藤市長ですけども、その前の竹山市長は 50% カットというふうに言うておりました。その後ですね、長藤市長は 30% カットしたかな。それでですね、まあ言えば 1.5 倍ほどに報酬は増えたということになるわけですけども、これ 20% 非常にせこいですね。はい。何を根拠にこの 20%、10% でも 50% でも何でもいいんですけども、何を根拠なのかさっぱりわからないんでしょう。ぜひともですね、伊勢の会の皆さんはですね、このパーセンテージですね、カットのパーセンテージについてですね、教えていただきたい。市長退職金ゼロなんでしょう。ほな、なんでこれ横ゼロにしないんですか。なんだかよくわかんないですよね。市長の報酬ゼロでいいじゃないですか。だって退職金ゼロなんだから、まあ、そもそも退職金がつくこと自体もですね、まあ、私は首をかしげるわけですけども、何千万ももらえますからね。それも問題も、これもね、貝塚の守るべきものを守りというふうに書いてるんですが、この前任のですね、藤原市長がそのように消防署の事務をですね、プライベート事務にしたという、そういう事実は全くないわけでございます。本当にこの過保護金取れというふうに言うしかないわけですけども、こんな感じの写真が載ってますよね。この本人のツイッターですからね。はい。こういう方でございます。
まあ、貝塚ではですね、近年ですね、市長が、大学とかへですね、リクルートに行ったんだと。リクルートに行ってですね、その挙句の果てに人事の採用面接の時にですね、最終面接だったかな、そこへですね、まあ、市長が入るというようなことでですね、自分がリクルートしてきた人を落とすなよということじゃないんですかということ、これ議会でも問題になっておりましたけれどもですね、酒井亮さんとともに大阪府と貝塚市の成長を前に進めさせてくださいと書いてますけども、まあ、基本的に維新がやって成長したようなことって何があるのか私はさっぱりわからんのですけども、ブログの方にはですねお示しをしましたけれども、地下鉄のトイレきれいになったよね、あれ平松さんのことですね。梅北なんか平松さんよりもっと前の時代のことですよね。維新ができて10年そこらなんですから、10年そこらでそんな急に梅北って進むわけないでしょ、あんなバカでかいとこが。でしかもあれ原っぱだったというふうに吉村知事言うてたようですけども、原っぱではないですからね、あれ国鉄の引き込み線ですから、貨物車両の。そういうところからですね、今のように開発が進むというようなことをですね、10年そこらでできるというのであれば、これ恐ろしい力ですよ。ある意味これ、まあ、独裁政権というふうに言ってもおかしくないぐらいなんですけども、そうじゃないですよね。で、まあ、どのたかというのはもうあまりにもかわいそうな名前言いませんけども、ある維新の会の衆議院ですよ。ある衆議院がですね、予算がつくようなことは言わんとってくださいと、私ではなくてその同じ地域にいてる自民党のなんとか先生にお願いをしますというようなことを言ったということをですね、まあ、指示をされている方から聞いたということもあるわけですけども、それはそうですよ、別に維新が予算いじってるわけではないのでね。となればですね、万博も同じですけども、あれ引っ張ってきたのは維新じゃないですからね、あれ国策で万博をやってますから。で、富士一体でなかったらできへん。ああそうですか、鶴見で花の万博ってやったんですかね。花博っていうのはご存知ですかね。維新の会の皆さんは花博というものがどこでおやりになったか分かんないんか、なんだかよく分かりませんけども、まあそれはよろしいわ。そういう検証をしてたら、まあ時間がなんぼあっても足らんので、もうこっちの事務の方へ戻りますけれども、ジムがね、もうちょっとええジムにしてあげてよというふうに言うたんですけども、ここへですね、酒井市長は昨年の夏ぐらいから来たって言うんですよ。なんで夏ぐらいかというとですね、ここに映ってますように、この扇風機が当時あったと、そういうのは覚えてるということを言うわけですよね。でこれ職員が言うんですよ。で、消防署曰く、まあ、扇風機あったから、まあ、夏からまあ秋ぐらい、もしくはですね春ぐらいかも分かりませんね、わかりませんけども、そういうような時期からですね、一旦間は空いたんだけども、またその後にですねちょろちょろと、まあ週に1回とは言わませんけども、もうちょっと間隔空いたところで来てるということで、こう1回2回ではないわけでですね、こう問題にならないのかということですよ。岸和田であれば間違いなく私がですね、百条委員会にかけてくださいよと、他の議員の皆さんに解いて回ってですね、これ百条委員会にかけないということであるならば、あなた方の名前を百条委員会をかけないと言うた、そんな議員の名前はやはり市民の皆様に知っていただくべきであるからですね、百条委員会にかけるんかかけないんかということを本会議で決議を取ってくださいと、公式に記録に残しましょうということを言うわけですけども、で、まあ、自分の話に戻りますとですね、公用車で今酒井市長送り迎えをさせてます。昨年の2月に当選をした時にはですね、自転車で来ますということから言ったわけですね。ところがですね、まああんまり時を経ずして寒いやないかいということで、まあ、公用車を使うに至ったらしいです。ところが自転車で来る時が時々あると、その時こそですね、まさにこのジムへ通うための自転車であったということですよね。公用車で来て、公用車でここのジムへ来てですね、ほんで公用車の運転をしている秘書課の職員にですね、こっちまで来てくれって言うてですよ、これまたね、まあ、秘書ですから、そういう見るのもこれ仕事やと思ってるかどうか知りませんけど、施設秘書ではないんでね、だからそんなことしませんよ。
で、秘書課の人間からもこれバレると思ったんでしょう。だからこそ公用車を使ってここへ乗りつけて来てるというようなことはございません。自転車で来てて、これ今高平にバレてますけども、これバレてんのは発信元はもう間違いなく消防署だよねっていうのは分かりません。だって消防署の人しかこれ知らないんですから。で、消防署でですね、管理職に私はいろんなこと聞いたんですけども、管理職に言うたんは、これって消防署で握って話と思ってますかってことです。これ誰か議員とかに相談しましたか？してません。あ、そうですか。消防署としてはこれグルでやってるというふうに言われますよって言ったんですよ。これ今私の質問に答えてるということは、まあグルじゃないと、かばいようがないから喋ってると言えんこともないけど、まあ消防署もかわいそうやなっていうので話は聞きましたけどですね、これどう考えたって、外から見れば、市民から見ればですね、消防署が貸し与えてるというふうに見られたりですね、これグルで黙ってたよねと、口止めされてたということを言うてもですね、喋れば暗殺されるということにはなりませんから。で、消防署で左遷をされるって言うてもですね、まあ、昇進はしないという可能性はあってもですよ、消防署からどこへ飛ばされるんですか。消防署の職員って市役所で働けませんからね、普通に考えたらね。よっぽどですよ。ということは消防署の中でおるわけでしょ。消防署の中で言うて、まあ、なかなかおりにくくなって縦社会ですからね、運動部みたいなもんですから、そこでおられへんようになってクビにしたるからなって、そういうことですか。え、そんなことを市長がやってもうたら、脅迫ですよ、本当に。そんな無茶苦茶なことまでですね、まあ、強要はしないということは、まあ、亡くなられた安倍晋三さんが大好きだった忖度というやつでしょうかね。まあ、どちらにしましても行政がねじ曲げられているということには他なりませんので、そして、私的にですね、公のために作ったこういった施設を使うということが本当にええのかということです。これ歴代の市長の中で、そしてですね、議員がですね、ひっきりなしにここへ来てですね、ガッチャンガッチャンやるんかということです。やりませんよ。そんな人聞いたこともないんですよ。で、ほなこれは市民に開放してるんですよねって聞いたんです。これ場所がですね、消防車が入ってる車庫の奥なんですよね。で、中2階みたいなところにあるんですけども、で、別に開放してるわけじゃないんですよ。市民が来たら、これ練習していただくんですか？していただきませんよね。しかも周りにつくわけもないですしね。そない考えたら、やはり税金で身をこゆらせる、そんな改革維新の会であるからこそですね、そういったことができるんであろうということなんですよね。これ税金の使い道としてどうなのか、私は首をかしげるんですけども、貝塚の議会の皆さん、また市民の皆さんは、まあ、維新の会なんだからええだろうと、市長なんだからええんだろうというようなことをですね、まあ、この6月議会に、かけるというのはなかなか時間としては難しいところがございますけども、これ追及をいただかないとですね、消防署員も泣くに泣けんよということでございますよね。真相究明というか、まあ、真相今も究明しもうたんでね。で、これをあとどうすんねやと、酒井市長こそこれ懲罰委員会にかけたりですね、まあ、そんなもかかりませんよ、議員じゃないんだからね。だけども百条委員会にやっぱりかけてですね、メディアのところへ登場いただいて、その中でですね、多くの記者や議員の皆さんに対してですね、質問攻めに遭われて、そこに対して真摯な説明をすると。なんであればですね、市民のもとを 出歩いてですね、各公民館でこの事務問題についてですね、佐野市長とどう違うのかということをぜひとも教えていただきたいと。で、ご説明いただきたい。そういう時には、ぜひとも、私も読んでいただきたいということをお伝えを申し上げておきます。サウナ市長よりも事務市長の方が偉いのか、やはりさすが維新の会で身を肥やす改革でございましたね。